1649です。今回はドラゴンクエストタクトの謎の洞窟のベリーハードですね、やっていきたいかなと思います。オートでクリアしたんですけど、まあちょっと正確にやっていこうかなと思います。 EX 強かったですね。もう一回だけ初見で試したんですけど、なかなかの HP が高い。届かないか。お、来た。どうもありがとうございました。はい、ということで、ベリーハードですね。まあ大丈夫なんですけど、やっぱ EX との差が結構ありますね。HP の、大きさというか量というか最大値めちゃくちゃあるんで、もうちょっといろいろと模索しないと厳しいなっていう感じですね。っていうか長えよ。電波悪くね？
ね、ということで、まあ、悪いということで、まあ、今回、ドラゴンクエストダクトの謎の洞窟のベリーハードでした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。